ヨレイ。イオレイは、ギリシア神話の女性である。長部員を省略してイオレとも表記される。ヘイシオドスの、メイフレツ伝では、イオレイア。オイカリアの王エウリュトスの娘で、イーピトス、クリュティオス、トクセウス、モリオオンと兄弟。ヘラクレスとデイアネーラの子ヒロスの妻となり、クレオダイオス、アリスタイク名、エワイクメ名を生んだ。イオレイは、 美しい女性だったので、父エウリュトスは、イオレイを結婚させたくなかった。そこで、エウリュトスは、自分と息子たちに弓競技で勝利した者に娘を、与えるとした。しかし、ヘイラクレースがやってきて、彼らに勝利すると、エウリュトスと息子たちは、狂気したヘイラクレースが、メガラートの子供を殺したように、イオレイとの子供を殺すのを恐れ、結婚に反対した。 のみならず彼らはヘイラクレースを酒で酔わせて追い出した。シケリアのディオドーロスによれば、ヘイラクレースはメガラーの子を殺してしまったので、メガラーが自分の子供を産んでくれるか不安になり、メガラーをイオラーオスに与え、自分はイオレーに求婚したという。しかしエウリュトスはイオレーがメガラーと同じ不幸を味わうことを恐れ、結婚に反対した。このためヘイラクレースは怒って、 エウリュトスの馬を奪った。後にヘイラクレースは、妻のデイアネイラをトラーキースに残し、オイカリアを征服して、エウリュトスとその息子たちを殺し、イオレイを捕虜とした。そして、エウボヤの系内ンで、ゼウスに犠牲を捧げるため、リカースをトラーキースに使わし、服を取りに行かせた。しかしリカースは、デイアネイラに、イオレイのことを話したため、デイアネイラは、 ヘイラクレースの愛を疑い、ネッソスの血を服に塗り、リカースに持って行かせた。これを着たヘイラクレースは、ヒュドラーの毒で瀕死となり、息子のヒュロスに、自分の仮装と、イオレイを妻とすることを命じ、おいていさ上で仮装されて、神となった。ソポクレースの悲劇、トラキスの女たちでは、捕虜となったヨレイは、リカースによって、トラーキースのデイアネーラーのところに送られた。 セネカの悲劇では、イオレイはヘイラクレースがエウリュトスを殺すのを目撃したとされ、捕虜となったイオレイは、デイアネーラーのところに送られた。また、ヒュギーヌスによると、ヘイラクレースが後にオイカリアを征服したとき、イオレイはヘイラクレースに自分が見ている前で両親を殺してほしいと願った。そこでヘイラクレースは、イオレイの前でエウリュトスを殺し、イオレイはそれに耐えた。 その後余霊は、デイアネーラーのところに送られた。ありがとうございます。